ローザンヌ大学アントロポールローザンヌ大学インテルネフ博物館と図書館ローザンヌ大学はスイスュー州の州都ローザンヌにある大学ユニルの愛称で呼ばれている約2300人の教職員研究者とおよそ950人ほどの一般職員が働いており120を超える国々から集まる約13500人の学生が学んでいる2005年からは ボローニャプロセスへの対応も進められており、2011年のアメリカタイムズ誌による高等教育世界大学ランキングでは、世界ランキングで116位に位置づけられた。また、2013年の CWTS ライデンランキングでは、ヨーロッパ部門で17位、総合で68位に格付けされた。1537年にベルン州によって神学校として創立され、 1890年に大学として設立された。ローザンヌ大学には以下7つの学部が設置されている。ファクルトでテイラギーでサイエンシズでリリジェンスファクルト、デドロワ、デサイエンシズクリマネールイディー、アドミニストレーションプブレイクファクルトでレットルファクルト、デサイエンシズソシアルイポリティックファクルトでオットエチュード、カマーショルズファクルトで著作を音声推でいる。 アンビランモン・ファクルト・デビー・ラギー・デマディウスン、ローザンヌ大学のキャンパスは、ローザンヌ市西部の郊外に位置しており、レマンコに面した広大な面積を誇っている。キャンパスから5分ほど歩けば、レマンコのほとりに行くこともでき、湖で行うスポーツなども盛んである。スイス連邦工科大学ローザンヌ校と隣接しており、2つの大学で共通のスポーツセンターや部活、 クラブが設立されているなど、交流は多い。通学の面では、ローザンヌ市街地のフロン駅から、ローザンヌ市へ交通のメトロが走っており、ローザンヌ大学にはメトロの駅が3カ所設置されている。ありがとうございます。